じゃあ、何でしたっけ、歴史談義。歴史談義。歴史談義始まります。乾杯。あんま愛がないってことだね。プレミアムモルツが新しくなりまして。なりましたね。これは。いや、美味しいと思いますよ。うん。季節限定のものがいっぱいあるんですけど。はい。まあ、リニューアルって大泉洋さんを出して。すごいよね。普段広告かけないサントリーが、発売前に。いやー。わざわざ。頼朝。頼朝もしくは、なんちゅう。サラダのお兄ちゃんね。そして、まんじゅうや長次郎。タイガー。まで出してるっていうあ。まあまあ、タイガーとどっぷりって言ってたかもね。まあ、おじして出した、この。おじして出したやつはやっぱ美味しいっていう。うん。今これ、金ですかこれ。金ですね。金。青より金。うん、やっぱ金が美味しいかな。まあ、標準として。そうですね。酒飲みの人が多いんじゃないかと。歴史好きの人は。今日のメイン料理は。すね肉の煮込みですかね。牛すね肉を煮込む。煮込んで、煮込むぐらい今日は熱い話ってことですね。素晴らしいですね。今日誰ですかだから。今日はですね、今日はというか、3月15日歴史会は吉田松陰。熱いですね、ここはね。やっぱね。あなただね。まずあなたが熱いんでしょ。いや、もう本当にあなたから影響を受けたんですよっていう。だ吉田松陰を、なんか、どういう印象なのかわからないんですけど、はい。歴史好きの人たちが。そうっすね。もう俺なんか一周回っても、まあ、やばいのだなと思ってますけど。まあ、そうっすね。賛否両論だいぶ出ますよね。うん、多分、好き好きって多分言ってきて、うん、いろんなこの、人の反応を食らってると思うんですけど、はい。どうですか松陰の印象。ああ、でもね、やっぱりそれでも好きな理由がやっぱりあって、うん、誠実？ああ、なるほど。多分、私の多分そこテーマだと思うんですけど、うん、まあ、竹中半兵衛もそうですし、うん、誠実で純粋で行動派なんですよね。ああ。なんかわかります？わかりますよ。あの人、だからどこまで行ってるんでしたっけ？歩いて。まだ九州もね、宮崎の方行って、東半まで行って、青森まで行って、で帰ってきて俺のね記憶、うん、まあ俺の知識といえばもう皆さんご存知の世に進む日々、世に進む日々、はい、の誰かと待ち合わせをして、うん、暗夜をしようみたいなことで行くんだけど、うん、その人と約束を間違えたのかな、理由はわかんないけど脱藩することなんですよね。そのなんかその人とね、それ詳しく言ってくんないから、俺が詳しく言えてないんだけど。ね、東北旅行に行こうとする。そう、東北旅行に行こうって言うんだよね。そう。で、日時をちゃんと合わせるんですよね。うん、まあ、この時代はね、ポケベルもなければ、携帯もなければ、LINE もないですから、うん。なんですけど、日本って、今みたいに47都道府県ありますけど、1個の県を出るために、ちゃんと、届けをね。お届けを出して、うん、そう、出れますよっていうのをやらなきゃいけないと。うん、で、まあ、友達は出れたんですよ。うん、だけど、松陰が、たまたま、長州藩が届け出がうまく届かなくて、うん、間に合わないと。なんだと？いや、でも、友達の約束を守らないわけにはいかないっつって。いや、もう、それがね、だから、普通に書いて頭おかしいんですよ。ただ、それを重視する。はい。っていう、それが藩の、俺は体制として、あ、俺はね、長州って藩が、はい。とてつもなく好きだし、とてつもなくアホだ、なんかやばい派だと思ってるっていうのが両方あって、はい。これはまあ、いろんなとこあるんで、ね、思うとこあると思うんですけど。うん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 。長州派の好きなところって、いわゆる阪神に対して寛大なんですよ。めちゃくちゃ。高近がね。本当に毛利高近って人が寛大で、うん、脱藩しても許してあげるっていうのがあって、はい、うん、多分この感覚と坂本龍馬が脱藩して都市を出ていくっていう感覚と多分全然違ってて、土佐は厳しいよね。厳しいでしょ。厳しい。やっぱり調査壁のとこに山内が入ってくるってことはそういうことしょっていう、はい、そういうぐらいのことがあるっていうのと、やっぱり一般毛利一般でやってきたってところの違いはあるとは思うんだけど、うん、なんかやってしまったことないし寛大な藩っていうのがものすごく俺長州藩にあって、はい、だから長州藩が好きなとこでもあるし、うん、まあ、会津に対してあれだけのことやってやりすぎでしょっていうのも思ったりもするんで、まあ、はい、一応一旦はあるんだけども、はい、一応俺前半の、
思い高近がいた時代というか、うん、そこまでの長州っていうのはすごくこう寛大で好きなんですよね。はいはいはい、はいうん、ね約束を違えちゃいけない反面を破ってでも東海民に出ますって言ってて言ってんのもすごいけど、うん、それ許してる長州藩も偉いと。リスナーの方にちょっと説明しておくとですね、この時の長州藩の藩主がね、毛利高近っていう、創成功って呼ばれた。そうだね。なぜかというと、創成って言った、うん。そうしなさいって、何でも言ってくれたということで、何でも許してくれたという、もう本当に寛大な藩主として有名な方なんですよね。いや、だから本当に幕末でいっぱいいろんなね、うん、藩主って、松平、金森とかいっぱい出てきますけど、はいはい、俺一番好きなやっぱり、もう、高近。それはもう、廃藩置県の時に、はいはいはい。もう、ね、これは、さすがとね。本当に言いたい。本来は自分の身分を失うことを、平気でいいですよって一番最初に言った藩なんですよ。はいはいはい。そんなこと他は、島津も何か、もう全部反対してたのに、うん、あそこの毛利高近がいいですよって言ったおかげで、うん、進められたっていうのがあるんで。はい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 、はい。それで好きなんですよね。この話がすぐ伝わればいいんですけど。これは伝わんないんだな。その、吉田松陰っていうのがどっから生まれてくるかって話なんですよね。ああ。お父さんの名前覚えてます？覚えてない。おじさんの名前覚えてるけどね。玉木文之進は覚えてない。そうですね。玉木文之進は確かに有名。お父さんが、ね、お父さんは覚えてないな。杉百合之助っていう。ああ。聞かれたらわかるでしょ。言われたらわかる。そう。で、杉家っていうのが、ちゃんと名家なんですよ。これ戦国時代の話に戻るんですけど、毛利家って、もともとすっごいちっちゃくて、うん、右が尼子、うん、左が大内。ああ、もう本当に、信長に呼ばれる初期の戦国。そうです。1500年前半のお話ですね。うんでも、毛利がでっかくなってって、尼子倒して、大内倒して、中国地方全部牛耳ってするんですか、うん。で、大内家の重心に杉っているんですよ、実は。で、そっから中身になったんだ。なるんですよ。ちょっと細かいこと言うと、厳島の戦いの時に、なんで、末春方。はいはいはい。いるじゃないですか。うん、で、末春方と、大内家の重心の中で、めちゃくちゃ争った人がいる。その杉って人がいるんですよ。うん、そう。で、末に負けてるんですよ。うん。なんだけど、末が負けたんじゃないですか。うん、で、その後に、毛利が、大内家を蹂躙しに来るんですよね。うん。あの時に、チャンスって内乱を起こしてる、その息子が。で、その子孫が、杉百合之助のその息子の吉田松陰なんですよ。なるほどね。だから、決して、その幕末と、その戦国は、全く関係ないわけじゃなくて、めちゃくちゃ繋がってるってことはないんですよ。で、なんだったら、大内家はじゃあ何かっていうと、やっぱり源平の時に源氏の方に入ってるって。全部入ってるんで。なるほど。そうなんです。まあ、歴史でね、多分、信長の野望が好きとか、うん、まあ、戦国から入ってる人たちも、うん、ぜひね、幕末まで追ってもらって、やるとめっちゃ楽しいんで。ねうん、実は、だって今、杉家の話なんて、うん、全然知らないけど、あ、うん、そうなんだ。しかも、杉家の直系で吉田家の養子で入るから。そうそう吉田大輔っておじちゃんのとこに入って吉田松陰。ああ、なるほど。そう。でも、まあ、貧乏だったんですよね。重心なのに。そうなんですよ。うん、武家といえど、畑を耕しているような家系に生まれ、うん、本を読みながら、畑の仕事してっていう、うんうん、今のご時世それダメってよく言われるんですけど、二宮金次郎の像がなくなる的な話ね。金次郎の像がなくなるのはどうなんですか？まあね、今時スマホで歩いてたらダメっていう話と一緒ってことでしょ？やっぱ勤勉ってだから何か頑張って歩いて本読んでるみたいなことじゃないってことなんでしょ？きっと。なんか。松陰はそんな中で育ちまして、うん、だけどやっぱ勤勉だったので、うん、9歳で明倫館の先生と。それがすごいのよ。それがね。9歳で、明倫館の先生として入ってるっておかしいよね。すごいよね。小3やで。山賀流な、山賀流。山賀流。で、それを勉強したのね。勉強して。ね、こんなこと言ったらもう今、100%NG なんだけど、うん、その蚊に刺されたと。ああ、文の詩ね。ね、うん、蚊に刺されて、うん、顔を叩いたと。うん。そしたらお前何やってるんだと。うん。それは痒いっていうのはお前の指針だろうと。うん。今やってることは、その勉強してるところはこうと。うん。公やけの方だと。公やけのこのこうの場で何を自分の痒いってことに対してやってるんだと。
って怒られるってことを、あれだから5歳6歳やられてるわけでしょ、文の心にね。ね。だからそれいいかどうかはもう別ですよ、全く。全く別だけど、ああいう風に育ったっていうことがあるっていうのがね。うん。いや、じゃないと9歳でそんなことにはならない。そんなことならないんだけども、すごいなと。こんなこと子供に。まあ、あの時代にはあったってことですね。そう。で、それで、ね、ああいう人が育ったっていうのがあるんで。うん。そして、前さんが好きな、藩主、毛利高親の前で、山賀流を、山賀流だ。そらんじることをすると。うん、今で言うと、小学5年生が、山口県の県知事の前で、軍楽を披露するんですよ。若干今そうなってるよね。なんか小学生がさ、スーパー小学生のも出てきてるから。はい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 。ちょっと今世の中もそっちに逆に寄ってんのかなとは思うけども。やってほしいよね、むしろね。むしろね。おじさんの玉木文之進が、やっていた塾。うん、うん。引き継ぐわけですね。昭和村塾。だそこなんだよね。はい。この時代って、やっぱりそこそこお金持ちの子しか行けない、いい学校で、うん、そう。で、いい学校卒業したらいい職に就けるっていうの。うん、変わらないんですよね。うん、結局。だから、その辺が明倫館なんですよ。うん、だから、かつての心は明倫館に行ってるのね。そうなんですよ。お坊ちゃんだから。お坊ちゃんだからね。そう。でも、吉田松陰に関しては、もう商人でも農民でも、もう志さえあれば、来なさいと。うん、もう24時間は確か全部受け付ける。うん、24時間ですよ。でも、まあ寝てんだろうけど、うん、まあ来たら対応するよってことね。あ、でもね、来た瞬間寝てたことよくあったらしいですよ。いや、まあそりゃそうです。来たら寝たらそれはある。はい、でし、来たみたいな感じ。まあ結果だけ言うと、そこから日本の文化を作っていく人たちがガンガン出ていったっていう話なんですけど、松陰は、その教え方のすごいところって、知識だけ押し付けないんですよ。うん、この知識は何でかっていうと、行動に基づく知識じゃなくても絶対意味がないっていう。うん、なるほどね。絶対に行動が第一だと。うん、で、もう一つ、私は先生ではないと。君たちと一緒に学ぶ、その同学の状態。同列だと。そう、うん。一緒に学びましょうねって言ってたんです。で、めちゃめちゃ感情の起伏が激しいんですよね。うん、制度にガチ切れするんですよ。まあ制度じゃないからね。そもそもが同率だから。そう。だからそう。友達にぶち切れる。松陰からしたらそうなんですよ。うん、友達にぶち切れるのは普通でしょっていう。そう。で、やっぱ何してたかっていうと、あなたはどんな夢があって、どんな志があって、今何をしてるのかっていうのも、切々とずっと言ってたと。まあ捕まってるというか出れない側からしたら、うん、出れないけど、あなたは出れるでしょと。うん。何でもできるじゃない。あなたは動けるのに何をやってるんだっていうことを、うん、まあ言うってことはもう当然だよね。捕まって自分は出れないわけだから。あれは閉じ込められてるってのは一つ、自分が行動してきてた、で、行動できなくなったっていうこの反動っていうのは、はい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 、はい。まああるんじゃないかなと、俺はすごくその、吉田松陰のその行動学に伴うってことは、すごく思ってる気がするんだよね。っていうか、俺のイメージだと、うん、この人から始まったイメージなの。そうですね。こういうことをいろいろやり始めたのか。うん。だからこの後に、まあ、高杉晋作であったり、龍馬であったり、西郷だったり出てくるけども、まあ、うん、この人がこんなわけのかなことやらなかったら多分出てこなかったんじゃないかなって人たちが、はい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 、はい。いるっていう、一番入り口の人っていうイメージが、絶対みんな影響を受けてるよね。その吉田松陰っていうイメージなので、うん、まあ、なんか、ギターのジミヘンドリックスみたいな感じです。そうだね、ジミヘンだね。そうね、影響を受けてるみたいな意味合いで言うと。ジミヘンなんかどっかで来たのってわかんないんだけど。そう、わかんないから。だからそっからジェフ・ベックが出てきて、エリック・クラプトンが出てきてみたいな。ね、だから、そういうのがね、伝わって歴史家に来てくれると。はい。もしくはこれ聞いてくれると。いや、もうだから本当に皆さんね、もう吉田松陰に関しては本当に聞いてほしいと。そう、ヨギスさんがね、ヨギスさんの思い出がすごいあるから、いや、いいんですけど、まあ、学んだら結構やばいとこもあるからね。はい。いっぱいやばいとこもあるから、まあ、かいつまんで、そうそうそう。いいところをね、はい。ちょっとこう、暴走がひどいところもあるので、うん。これは暴走のひどいところもね、多分本編です。すごい説明してくれると思うんですけど、はい。暴走を取っちゃうともうやばいから。テロリストになっちゃう。テロリストになっちゃうから、はい。あくまで、ちょっと自分の参考になる部分は、チョイスしてもらいつつも、うん、でもやっぱこう、自分が動くんだっていう。そう、そう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 。舵取りをするんだっていう、まず自分が学ぶんだっていう姿勢をこう、持ってもらいたいというか。勉強だけする子が多い。インプットの子が本当に多い。今って。特に、うん。あとネットで勉強できちゃうから。うん。アウトプットなんですよ。松陰なんか特にそう。なあ。で、松陰は本当に本めちゃくちゃ読んだし、インプットしようとするんだけど、
行動がない勉強は意味がないってずっと言ってる人なんですよね、うん、だからやっぱりインプットするんだけど自分が動いてなんぼだと、もう机上の車なんか何の意味もないからねって言い続けた人なので、やっぱりまず行動一歩踏み出すところを大事にしてほしいなと、まあ、そう、死ぬことはないけども、うん、黒船乗り込むぐらいのことまではやってもいいんじゃないかと、うん、あの時代は死んじゃうけど今の時代ない、死なないから、だから今危険地帯と言われてるところに、うん、俺は行ってもらいたいな俺行かないんだけど、俺行かない、もし行きたい、なんかなんであそこの地帯って危険なんだろうと思ってたら、ぜひ行ってもらいたいと。それもね、ニュースだけじゃなくて最低限のインプットとして言ってもらって、そう、ニュースだけじゃなんで危険なのかとか、うん、行ってみたら実は快適でしたみたいなのがあるかもしれないから、はいはいはい、行ってくれとかいろいろありますから。というわけで吉田松陰、私が多分年間で一番熱くなる可能性があるので、そうそう、一番熱いんでしょどうせちょっと酒飲んでやりたい、うん、一番熱いんでしょ、まあぜひ来ていただければと思います。これはいつですか？3月15日、3月15日水曜日、生配信もだから希望であればやりますから、話が面白かったらぜひ会員になっていただいて、ぜひ見ていただきたいですね。はい、はいはい、歴史会は今後もですねどんどん増やしていく予定なので、皆さん入っていただければと思います。はい、聖さん最後にまとめていただいて、まとめるまとめるそうですね、だから陽一さんが熱いって話ですね。